南風ときめき乗せてはしゃごうよ夏を一緒に。あ、ふうくんいらっしゃい。今日はせっかくの休みなのに家庭教師頼んじゃってごめんなさい。ほら、もうすぐ期末試験でしょ。今のうちに苦手な科目の復習をしておきたかったのよ。そうよね。ここで赤点なんて取ったりしたら夏休みに補習で登校なんてこともありえるだろうし、高校最後の夏休みなのにそんなのまっぴらごめんだわ。赤点回避の自信はあるけど、やっぱり念には念を入れておきたいじゃない。だって夏休みになったらふうくんといっぱい楽しいことする予定だし。そっか、少しくらいならいいんだ。ちなみに夏休みにしたいことはあるの？勉強以外で。私はね、海に行きたいかな。あ、プールでもいいかも。何よその気のない返事。興味ゼロって感じね。ねえ、どうして海かプールがいいかわかる？正解は新しい水着を買おうと思ってるから。ねえ、楽しみ？楽しみよね、ふうくん。そこまで興味ゼロ感出されると逆にすがすがしい気持ちになるわね。